ヨーヒャップセンは投資持ち株会社であり、シンガポール、マレーシアの飲料メーカーとして有名である。アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアに事務所を持ち国際展開している。自社製品のアジア系飲料の他に、ペプシコからライセンスを取得し、ペプシコーラ、セブンアップ、マウンテンデューなどの飲料も販売している他、レッドブル、ゲータレード、エビアン、 ボルビックなども販売している。筆頭株主は、運転フォンの設立した、ファーイーストオーガニゼーションであり、自身も対応国やシンガポール、マレーシアを含む60カ国以上で、住宅開発を行っている。1935年に、福建省出身の楊建元がシンガポールで、楊百戦ソースファクトリーを創業。1955年12月20日に法人化し、 1968年11月7日に旧シンガポール証券取引所上場に合わせて現在の社名に変更した。1950年代にはカレーチキンの缶詰、ボトルの投入、超高温加熱処理法で処理したブリックパックのアジア系飲料を販売していた。1995年6月ロバートウンが代表取締役になるのと同時に、 ロバートの親族の株の持ち分を24.9%まで引き上げた。これを機に、運一族とマレーシアの投資家クエレンちゃんと間で、ヨヒャ百プ船本体の事業とヨヒャ百プ船が10億ドル以上をかけて再開発した武器ティマジックの支配をめぐって競争が始まった。最終的には、ロバートとロバートの父親運転フォンが優位に立ち、 要一族の保有していた株を含め86%の株式を取得し、運一族の支配を機に本格的に不動産開発への道を進んだ。この買収劇はシンガポール史上最も鮮やかな買収劇だったと評された。ありがとうございます。